はい、どうぞ上がってください。おー、やった。はい、総理を狙う男、アゲイン。15年ぶりに衆議院議員に復活いたしました。はい、それではそれを祝しまして、みんなで万歳三唱したいと思います。ご起立ください。メディアの皆さん、いいですか？大丈夫ですか？それでは皆さん、川村隆史当選、万歳！万歳！万歳！はい、ありがとうございました。それでは川村隆史の当選といえば、これが名物でございます。恒例の水かぶり、水ぶっかけを行います。用意を速やかにお願いいたします。自転車に乗りながら雨の中も必死にこぎました。今日はこの舞台の上で祝勝の喜びの水かぶりをさせていただきます。衆議院時代から当選しまして、水をかぶってまいりました。市長選も、市長選の当選の度も、すべて水かけを行っております。これは当選しても有頂天にならず、頭を冷やしてしっかり働けといった願いも入っております。本当です。それでは今日は女性議員のお二人にかけていただきます。ゆっくりかけてくださいね。はい、長瀬さんもじゃあ4人、女性議員4人が、日頃の若干恨みも晴らしつつですね、かけさせていただくと、大変慎んでかけさせていただきます。もうちょっと近づけて、ちょっといろいろと、いろんなご注文が入っております。この辺大丈夫？みんな映るかな？ゆっくりよ、ゆっくり。はい、それでは水ぶっかけお願いいたします。ゆっくりです。ありがとうございます。弱い75にして舞台上で水をかけられる、これも当選して嬉しい行事でございます。本当にありがとうございます。はい、それでは自転車に乗りながら川村隆史、ここでお礼のご挨拶をさせていただきます。このままでお願いいたします。はい、それではサンキューベリーマッチと、ありがとうございます。総理を選ぶ男、アゲーン。75歳だけ、なんか文句あるねえだろう。トランプ78だね、ビャーデン82だね。ねえ、こんなのこれはよ、75言うと後期高齢者輝かしき、これでみんなでよ、100まで生きてこないと元気って、そういうメッセージでもあります。 OKOKOK 日本保守党がね、いよいよ期待をかけられて自民党にとって変わる勢力になるように、どうやれば重要な日だがやね、その第1号の国会議員が川村さんだった。ありがてやこってございますわ。これね、これまあ自民党もよ、全部悪い人だねやけど、当たり前だけど、まあね、特に地方議員がまあ要件給料もらうもんで、みんな家業になってまって、そこから裏金をせびられると、そういう構造になって、もう普通の人は選挙出れん日本中で、まあ、こういうのが自民党の姿で、家業化された政治の姿、これを改める、そういう重要な使命をわしらが持ったということでございます。えじゃあおい、どういうことだこれは。
まあそういうことでございますが、ほんでまあなんだ今言った議員のボランティア課か、あるいはまあまあの給料でやるんだったらロサンゼルスみたいに3期12年で終わりとかね、もう家業にはできないというふうにせないかん。これは本当に税金払っとろうが苦労してよ、税金で食っとろうが楽しとって八百長だよ、そんな世の中。だからそれを言う人は誰もねん。言うとせやが河村さんみたいに孤立の道が待っとるとということで、しかし孤立は議員の中だけであって、市民の皆さんには国民の皆さんにはどれぐらい味方が多いことか今回はっきりしたじゃそういうことだろう。それからな、サンプルやめてくれと言われてますね。寒くなってきたねこれ寒くなってきた。まあ例えば名古屋城の木造化、本物復元、これは絶対やりに行くと国で徹底的に応援しますから、これはそういうことでございます。名古屋の宝を作ろうねということでございます。あのバリアフリーでね、山で全部やれんなら誤解ですから、あれは本当のこれがいう文化財は別に決まっとるね。こんなこと言ったら熊野古道にエスカレーターつけるのこれそりゃおかしいということは一つ。それからやっぱり子供をよ、みんなでよ、一人の子も死なせない名古屋大取り組みをやっております。まあアメリカ流のスクールカウンセラーみたいな考え方から、キャリアサポートで高校入試を廃せないかん。本当に子供を苦しめてはいけません、この日本の国で。そういうことを言っとるのは河村さんだけだわこれ、ね、あまりこういうところで言うのもなんだけどね、毎月一人ね、子供さんが小中学生高校生が名古屋で自ら命を絶っとんのよこれ。名古屋でだよこれ。なあ、もうとんでもないやつだわこれ。やっぱり子供には自分の好きなことを、これ見つけるの結構大変だけどね。うちの孫に言っちゃったら何が好きだ言ったらテレビゲームだ言ってましたけどテレビゲームはテレビゲームでええの、作る方もおりますから、そういうのを発見する道をみんなでサポートして、でその後さらに子どもの人生を好きなことをやっていけるように応援したると。でも高校入試廃止ないし高校まで義務教育ということで、みんなでよ、子供がよ、好きなことを名古屋で楽しく、日本で楽しくやっているような、そんな日本を作りましょう。 OK 頼むね。当たり前のボッターこれ前か、まだ情報あるけど、あ、限定限定は誰も褒めてくれへんけどね。これは私が日本一給料安い市長をやって、で4億6000万これ受け取らずに返したの、皆さんに、市民に。やめてきゃよかったこれ、4億6000万だ。おっかがどんだけ怒ったかと、風呂の線抜かれてもらって、どれぐらい大変だったけど、これが引き金になって市役所の職員が大体総人件費で1割減らして、毎年100億から200億、初めに200億を皆さんに返してきまして、今まで誰も褒めてくれんけど名古屋市民だけだけど16年で1600億円、1600億、みんなに返したんだ。そしたら税収の伸びはまあ大阪と日本一をせっとるというところまで持ってきました。まあそういうことで税金を払う方が豊かになるのはさらに減税ですわ、減税の財源は日本中金は借り、金が借りようになってまったもんだ。量産あるんです。俺は日銀に500兆も余っとんの今金が、それ言われとらんねんから、一部だけの役所にある金でやっとるの、俺とは経済伸びるわけねえやろや、そうでしょ。まあそういう正しい経済学に基づいたね、まあ豊かなに経済のやっぱり発展した商売が発展した国、役人と議員が発展する国はいかんよ、こんなものは。それ特に議員が楽しとってはいかん。議員は少なくともボランティア精神でやりなさい。それを強く言っていくと。それがこの、あれだろう、日本保守党。
日本保守党、本当の意味での自民党のやりたかったことだと思うけど、まあできんわ今これ、地方議員から裏金というか、みんな金儲けになってまったで、家業になってまったわよということをやります。まあ応援してちょう、また期待してちょう、総理を狙う、わからんぞこれ。お前よ、どうも自民党も相当悪いらしいで、これは政権交代起こるのだろう。まあ一遍でどうなるかちょっと別としてよう相談せなかったこれよ。あらない。まあそういうことでございまして、今日は今日というか、75年間まあ本当にありがとうございまして、サンキューベリーマッチ、75年間ありがとう。総理を狙う河村隆、75歳アゲーアゲーアゲー、サンキューありがとう。はい、河村隆からのお伝えでございました。それでは続きまして NHK さんの共同代表インタビューでございます。どうぞ、じゃあこちらの方へ伺ってきます。ちょっと皆さん口を開けてください。河村さんおめでとう。あ、ちょっとね、はい、よろしくお願いいたします。それでは代表インタビューです。愛知1区で当選が確実となりました河村たかしさん本人に話を聞きます。はい、2009年以来の国政復帰となります。勝因は何だと思いますか？それは皆さんのあったけや心だがね、ね、ハートフルな心だがね、ぬくとい心ね、そういうことでございます。はい、共同代表を務める政治団体日本保守党としては設立以来初めての議席獲得です。どのように受け止めていますか？いや、これで、まあ、とにかく5議席だわな、これ。あと4議席ですか。なんとかこれ当選させてもらって、国旗派でよ、ちゃんと言うことを言う政党を作らないかと思います。みんなよ、もう家業になってまったもんで、理念に従う行動を取れへんの議員が、みんなグループになって団体戦やっとるだけ。これでは日本は潰れるぜ、本当に。まあそんな気持ちで、ちゃんと個人の意見を言える政党を作るために、あと4人当選させてちょうよということでございます。はい、衆議院の新たな構成の中で日本保守党としてどのような立ち位置で臨んでいきますか？まあこれが出会い問題だよな、これ。どうもこれ自公で過半数悪いという説があると、誰を総理大臣にするのかという問題が出てきて、まあこれは自民とまた民主系もあるだろうけど、まあ友達も共産おるし、まあ要百田有本さんとも相談して、まあそれから考えて決めてきます。はい、名古屋の実績を国会へとして、これまで続けてきた減税などの政策を全国に広げたいと訴えました。国政の場で具体的にどのように始めていきますか？まあ、あの減税でもいいですよ。だからまあ始めてない人の味方を作らなかんでな、これ。まあ減税でいくなったら消費税 2% 減税でも地方より簡単なんですよ。地方は総務大臣の許可がいるんです、これ。で財源を別個にちゃんと作らなきゃ。だからわしが4億6000万も受け取らずに、で公務員がまたね、あの総人件費1割減らして財源を作って減税したんです。国の場合は別にそういうのいきませんから、これ、ほんだれ、そんな難しいことないです。ただその気持ちというか、要するに税収を増やすためには税率を下げないかん、根本的に間違っとんです、大蔵省の言っとることは。そこをきちっと言ってその気にさせるということはね、これ、そういうことです。財政危機は嘘なの。借りる人がいないんです今は、そういう世の中になっとるんであって、まあお金がね、まあ本当は銀行の金を銀行が民間に貸せるようにするといいけど、なかなかできんと言うだろうで、政府がもっと自由に貸せるよう、借りれるように、これ財政保養所、公共事業しか行かないと気当たるの。これも廃止せなあかんですよ、これ。そうやってやっていくと経済は大きくなります。そこが最大の問題なの、誰も言えせんけど、そして
政治と金の問題にどのように取り組んでいきますか。俺は俺に言わしてもらわねえかんがね。日曜討論出してしよう、ほんだね。そうね、いろいろ言っとるけどよ、いろいろ言っとるけど、政治資金改正法、何あれ、10年間領収書出さんでもええとか、俺冗談かと思ったよ、あれ。国会で冗談のことを議決するのかと、それをまた NHK が報道するのかと、むっちゃくちゃ、その理由を正さないか。理由を正すのは、地方議員が家業になっちゃって、本当に日本中、これ、何千万も給料もらうもんなんで、こういうところ大きいと、小さいところでも、ほとんど仕事がないところが多い。ほんで家業になっちゃうと、長いことやらなきゃもん、俺に裏金持ってこいってことになるんですよ、これ。衆議院なら衆議院に、俺に100万持ってきたら、反をしたるようになる。なんで俺が言うか言ったら、わしは体験しとるからです。これ、誰も何でも俺に文句言ってこんか言ったら、本当だからです。わしは断ってきたんだよ、そういうのを。ほんで辛い孤立の道が待っとったわけだ。ほんだけど、日本保守党というね、まあ、そういうところの根本から改めてこういうのが百田有本さん、この二人が初めて言いましたので、あとは新進党やら民主党やら揺れてきたけど、全部地方議員のボランティア化はダメ、もうできない、自分の基盤を崩すことになるから、そういうことを言うと河村さんこれするぜって反対に諭されるぐらいだったから、その根本をこの日本首相が初めて日本でやってきます。はい。ここまで愛知1区で当選が確実となりました河村さん本人に話を聞きました。代表インタビューでした。はい。